はい、さい、今回は西原町にあるクリード西原マリンパークに来ています。今日の沖縄ね、まあご覧の通り結構雲、もくもくしたね、夏雲がいっぱいあったりするんですが、まあそれでも青空もね、広い範囲で見えてるのでね、おそらく海もね綺麗じゃないかなということで、今回、まあ、クリード西原マリンパークってね冒頭で言ったんですが、これから向かうのはキラキラビーチですね。ただね、もうね9月も後半になってきてるんで、しかも平日ということでね、あんまり遊泳してる人はね少ないとは思うんですが、ね、久々にここのところ結構ね沖縄雨が降りがちだったんで、まあ、おそらくね今日とかも、ね、あの辺見るとなんかグレーっぽい色してるんで、片ぶい通り雨とかはね頻繁にあると思うので、まあ、今日もね雨雲が僕のところまでね押し寄せる前にあっちこっち撮影できたらいいななんてね思っています。でもこんだけ青空ね広がってると海は綺麗ですよね。こっから行けそうだね。よいしょ。ちなみに沖縄ね6月ぐらいからずっとね気温が変わらないんですよね。下はだいたい26度とか27度から、あ、綺麗だ。上はね32、3度で、沖縄本島だけで言えばね予報で35度を超えたことがまだない気がしますね。僕が記憶が正しければね。あ、ただちょっとね今日風が東の方角から吹いてるんで、まあもしかすると、あ、そっか、外部マイク今日つけてるんで、そんなに、ボー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 ね、いつもみたいには聞こえてないかもしれないんですが、結構風吹いてます。じゃあ、どうせなら、海辺を歩こっか。まあ、中城湾なんで、湾内はね、そこまで荒れてる様子はないんですが、外海はもしかしたら、ちょこっと、波が立ってるかもしれないね。ここのね護岸をしばらく歩いてるとキラキラビーチがね見えてくると思うんですが、綺麗であってほしいよな。あ、暑いな本当に。まだこういう濡れてるところ滑りそうなんだよね。奥とかもう黒くなってるんで、ではやばい。こういう乾いたところだったらね歩いても平気なんですが、場所によってはね本当にぬるっと行っちゃうパターンがあるんでね、その辺だけは気をつけないといけないですね。見えてきたよ、見えてきたよ。どうかな。はい、人は極端に少ないんですが、まあ予想通りって言ったらあれなんですが、はい、西原キラキラビーチ、人は少ないけれども青い海で綺麗なのかな。まあ、せっかくなんでちょっとこの護岸道の方まで行ってビーチに行こっか。それにしても海来た途端にだいぶ暑いな。やっぱりね照り返しが半端ないんですよね。暑いね。あそこで焼いてる男性のことは真っ黒だな。以前ね僕もねあれ以上に真っ黒だった時期があるんですよね。もうちょっと正確に何年働いてたかは覚えてないんですが、
おそらく15年近くね、マリンスタッフ、マリン関係でね、ジェット、マリンジェット引っ張ったり、シュノーケルとかね、ツアー出したりね、まあビーチで監視をしたりね、いろんなマリン関係の仕事についていたので、ちなみにダイビング免許とね、船舶免許も持ってたりするんですよね。そして今年から急にね、現れた、この丸太で作られたブランコ。あざまさんさんビーチよりね、ちょっと人工的な感じがするんですが、こちらでもね、ブランコ。あった、あ、綺麗だ。この角度、綺麗ですね。わ、暑いな。綺麗だね、海はね。平日の昼間だからもう地元民ぐらいしかいないか。で、ところどころに重機が入ってるから、ビーチクリーンでもしてるのかな。あー暑い、ほんとに。だいぶ暑いね。で、いつ来たかな ?1、2ヶ月前ぐらいにもね、キラキラビーチに訪れているんですが、ちゃんとね、この日晴れてた日は、今日が初なんですよね。ね、お子ちゃまを水遊びで。こんな暑い日はね、確かに海とか来た方が楽ですもんね。涼しくて。暑いね。満潮時間かな。女性スタッフだね。でもやっぱり こちらのビーチもね、台風6号とかでね、多分砂がこんなところまで吹き上げられて、芝生が砂まみれになってるね。もうあれから2ヶ月ぐらい経つのかな。ちょっと何月に台風6号があったのか覚えてないんですが、あちらではバーベキューやってるんだな。あずま屋でバーベキューやってますね。ちょっと炭の、まだ肉の焼いてる匂いはしないけれど、炭の匂いが少し漂ってきましたね。やっぱ満潮の時に見る海は綺麗ですよね。まあもちろんね、こんだけ青空が広がって晴れてるってこともあると思うんですが、ね、はい、こんな感じで、まあ久々に西原町にあるキラキラビーチやってきたんですが、いい感じに海もね、青くて気持ちよさそうだけど、この辺は海藻が波打ち際漂ってるんでね、まあ、自然なものなんで別にね、決して汚いものではないんだけれど、やっぱりこうやってなんか浮いてるとゴミが浮いてるみたいな雰囲気になるのがね、残念なんですけどね。まあもちろんビーチスタッフが打ち上げられたこの海藻とかを定期的に拾ってはね、くれてると思うんですが、やっぱね、頻繁に片付けることができれば、もっと、白い砂浜が続く綺麗なビーチになりそうですね。で、あちらではバレーじゃない、ビーチサッカーか、ビーチサッカーやってたりするね。お、オーバーヘッド、練習してるのかな。たまたまか、ね、オーバーヘッド練習してるよ。でこちらではサップ乗ってますね。暑いな。ちょこっと歩いただけで10分ぐらい、今10分近く歩いただけでもう汗楽ですよ。湿度がやっぱ多いんだよね、沖縄ね。こんな日でも湿度高めなんで、よいしょ。
綺麗だね。でも本当に暑い暑い。お、ココナッツが転がってるね。これヤシの実だよね。言えばいいのか。あれが真上に覆いかぶさるとこんな鮮やかな景色も見えなくてどんよりしちゃうんですよね。はい、まあ、こんな感じで西原町、クイード西原マリンタウンからねキラキラビーチやってきたんですが、ね、まだまだ夏景色がね見られる、キラキラビーチ、沖縄の魅力がね十分に届いたんじゃないでしょうか。というわけで今回は西原町のキラキラビーチから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね。バイバイ。